高私立あざえ中学校は山口県光市花園地区にある公立中学校。第2次ベビーブーム世代が在校していた時代は最も多い時期で学校全体で877名の生徒が在籍し、高市内で最も生徒数の多い中学校であった。現在は少子化の影響で全校で349名しかいない。 今の校舎は1985年に新設されたもので、それまでは木造1階平屋建て校舎であった。当時、校舎内の私立の小中学校の中で木造校舎であったのは朝、江中学校のみであった。1987年にプールが竣工されるまで、市内の私立の小中学校の中で唯一プールのない学校であり、その代わり年1回校区内にある。 二ヶ浜海水浴場と光市立阿井小学校のプールを使用した水泳実習を行っていた。同じく1988年に新体育館が新設された。それまでの古くて狭い体育館では900名弱の生徒を収容しきれず、全校朝礼時には一部の生徒は体育館の外で朝礼を受けていた。体育教師で陸上部顧問であった。 山村進が在校時代は陸上競技、特に長距離部門が強く多くの名選手が育っていった。1993年に行われた第1回全国中学校駅伝大会では山村の指導を受けた女子チームが全国優勝を果たし、翌年の第2回大会では同じく女子チームが準優勝を果たした。ありがとうございます。